YouTube をご覧の皆さん、おはよう、こんにちは、こんばんは。いつ見てるかまるで挨拶を全部しました。ワクワク撮影隊の監督です。アニソン界の最後のタマオカマさんでございます。よろしくお願いいたします。みんな見慣れへん顔が掘るでしょう。西郷殿なんて僕もほとんど知らないですけども。西郷殿も知らない、うん、なんて失礼な。いやいや、え、西郷殿こんな声張るんですね。視聴者も私も含めてちょっと知らない人だったので、ね、ちょっと自己紹介の方ね、してもらっていいですか。はい、はじめましての方は、はじめまして、私アニソン界の西郷殿の田中正信と申します。そして先ほどから気になっていると思いますけど、ここの肩に乗っているこのインコロ、犬ではなくですね、歌の精霊ペコマルと申します。彼のね、歌の精霊なんですが、彼の使命によってですね、実は私、人々に、笑顔と元気をお配りするためにですね、日々元気をお届けしているシンガーでございます。で、何言ってんの、何言ってんの、ちょっとちょっと違う、今自己紹介やってる。あ、今 SNS にいいのをしとって。あ、違う、今喋ってるところ。あ、わかりました。喋ってるところでございますから、はい、はい、まあ自己紹介されたということで、はいはいはい、今聞いてました。絶対聞いてないでしょ。いや、まあいろいろされてるんですね。あ、そうです、ね、まあ流したな、今。もう一回見てください。そんな感じ、そうなんですね。今です、全然聞いてなかった。はい。YouTube とかしてない。あ、YouTube は最近ね、もうめちゃくちゃになってると思いますよ。あの、実はですね、最近私もですね、YouTube の方を始めましてですね、私ね、今後のまだ始めたばかりで、実は、ラジオ配信というのをツイキャスでさせていただいておるんですけれどもですね、まあ週にですね、2回ほど玉岡正信のしゃべるでごわすという、タイトルのですね、ラジオ番組というかラジオキャス配信を、させていただいております。 YouTube の方にもですね、たまちゃん放送局というところでですね、やらせていただいておりますので、ぜひとも確認していただけたらなと思いますって。聞いてた今、うん、聞いてた、うん、今ごそごそしてた、これね、うん、これ、うん、玉岡さん、これ正信さん、これ、はいはい、これね、うん、ビーケンさん、よかったね、楽しかったね。楽しかった。いや、うん、玉川さん、玉ちゃん、玉ちゃんでも言います。玉ちゃんさん、玉ちゃん、玉ちゃん、玉ちゃんもこれ どうしたんですか。こんなビーケンさん珍しい思ったけど、楽しかったねってどうしたんですか。いやこれあれでしょ、あの新世界の、あ、射的めってきたじゃないですか。その時の景品ですよ。僕がね、一生懸命汗水垂らして、もう冷や汗かきながら全然いい絵撮られへんって焦ってたあの時ですよ。この後にもう一つその動画が上がってるんで、ぜひチェックしてください。なるほど。てか今までその一番印象に残ったエピソードとか実体験っていうのをちょっと言っていただいていいですか。まあ、まずですね、まあいろいろ、まあ普段からですね、もともとはですね、アニソンカバーを中心にですね、普通のシンガーとしてですね、活動させていただきましてですね、まあ、しかしですね、こう普通に活動しててもですね、インパクトが足りないとよく言われまして、私も課題としておりました。それでね、まあまあ何かこうもう一つ何かやないかなと思いましてですね、その時たまたまですね、ある方がツイッターで玉岡さん、西郷さんってよく似てるなっていう、ツイートしたらですね、意外とこれね、いいねっていうのがすごいつきまして、聞いとる、聞いとる、聞いとる、めっちゃコンポタージュ味する、匂いする、味じゃないわ、匂いじゃん。大丈夫出ますか。めちゃくちゃ匂いするよ。たまちゃん。何？ちゃっちゃー。ちゃーじゃなくて何？ドキリ？ドキリ？ドキリ？これはアニメ界の西郷殿と対談をするときに、うん、全く興味がない素振りをするとどうなるかドッキリでしたー。ちゃちゃちゃ、今めちゃくちゃ真剣な話してる。あ、ドッキリだったの。で、カメラどこ？カメラ。今普通に素で突っ込んだけど、あ、本当にこれドッキリだったんだ。ドッキリ、もう全部ね、面白いね、モニタリングできたね、こんな感じで突っ込んできはるね。いや、汗かきながら喋ってるっていうから、もう。ありがとうございました。この後は、対談動画しますので、そちらも楽しみにしてください。はい、では、ワクワク撮影内の監督と、アニソン界の西郷殿、玉岡正信でございました。バイバーイ。バイバーイ。やられたわ。これ実は録画してないとかで時じゃないよね。ドッキリ。ちゃんと見ないで撮ってます、撮ってます。ちゃんと撮ってますよ。もう撮ってます。女喋りよ。そうそうよ。もう今ものすごい冷や汗かきながら喋ってるっていうから、もうありがとうございました。この後は、対談動画しますので、はい、そちらも楽しみにしてください。はい、では。